鳥類665種、魚類262種、哺乳類95種、爬虫類162種、両生類40種の動物とおよそ2000種の植物、まさに生命の宝庫、それがパンタナール湿原だ。南米大陸中央部をブラジル、ボリビア、パラグアイにまたがって広がる広大な窪地で、その中央をパラグアイ川がゆったりと流れる。膨大な種類と量の魚類を育むパラグアイ川は、当然南米でも有数のフィッシングスポットとして多くの釣り人たちを誘惑している。彼もその一人だ。5年前にカセレスの町を訪れて川を見た時、ここで魚を釣るぞって決めたんです。川がすごく美しかったからです。それで魚を釣るためだけに妻とここに移り住みました。妻は正気なのって言いました。でも彼女も釣りが好きだし納得してくれたんです。それで2人で移り住むことに決めたんです。小さいながらも獰猛さで有名なピラニア。全長150センチ、体重100キロにもなる巨大なジャウー。バラエティ豊かな魚たちが誘惑するが、この日の目的は黄金色に輝くドラード。全長1メートル前後、体重は7キロほど、時には20キロにもなる大物もいるという。獰猛にして果敢な性質はフィッシャー魂に火をつけること間違いない。パンタナールは多くの種類の魚がいて素晴らしいところです。皆さんもここを訪れ、一緒にキャッチ&リリースを楽しんでもらいたいですね。私のスタイルはキャッチ&リリースなんです。昼休みや一日の終わりに水上のレストランで新鮮な魚を食べるのも楽しみの一つ。これもまた大自然の恵みだ。毎年この町の住人全員200人から300人が川に行き、ゴミ拾いをして川をクリーンにするんです。雨季の前に行います。水は私たちの生活に欠かせないものです。水をきれいに保つことがとっても重要だと考えています。ですから私はゴミを川に捨てずにボートで持ち帰ることにしています。すべての人がゴミを捨てなければ川は常にきれいなのですが、必ずしもそうでないのが残念です。地球上に現存する最も大きな野生生態系パンタナール。この場所が釣り人たちにとって楽園であるためには、いつまでも動物たちの楽園であり続けなければならない。